はい、皆さんこんばんは。こんばんは。クリエイティブクラウド道場の時間がやってまいりました。毎週クリエイティブクラウドにちなんだテーマを取り上げ、解説するアドビの情報番組クリエイティブクラウド道場。早速今日のテーマをご紹介します。ダーンと、100回目になります。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ボリュームを切ってください。はい、100回目となります。今日はですね、スペシャルバージョンということで、クリエイターズトークという形になるかと思います。HDR のおすすめということで、ゲスト、の方にお越しいただきましたということで、はい、改めてこんばんは。こんばんは、石川真由美さんでございます。はい、テロップ出るかな。はい、石川真由美と申します。出ました。あ、出ました。はい、はいはい、一応僕、ですね、どこのサイトで見たんだろうな、肩書きがはい、すごいたくさんあってどれ書こうかなみたいな。はい、一応HDR の特集ということなので、 HDR フォトグラファーっていうところが、メインだと思うんですが、はい、ブロガーでありライターであ り、そして HDR フォトグラファーであ り、なおかつこういった本を去年、はい、HDR 写真魔法のかけ方レシピという、はいはいはい、HDR 写真の作り方を説明したような技術書を去年出しました。去年末でしたかね、はい、8月ですね。8月ですね、はいはい、失礼しました。はい、というところでですね、はい、もう HDR といえばこの人ということで、はい、いいですかね。はい、はい、お越しいただきました。もう100回にふさわしい、ゲストということで、来ていただいております。はい、でですね、鹿さんはまた、サラリーマンというか会社にも所属されているという。はい、はい、会社員です。会社員、はい、会社員で本業は歴史とした会社員 で、はい、で今株式会社ロフトワークという、はい、ウェブの制作であったりとか、はいはい、いろんな空間設計だったりとか、はい、クリエイティブワークを提供しているようなエージェンシーの広報をやっています。広報、うん、が本業で、そこの会社でのファブカフェというデジタルものづくりカフェ、はいはいはい、レーザーカッターとか 3D プリンターとか置いてあるようなカフェの、はい、とそのロフトワークの広報兼プランナーが本業でおります。うんうんうん、で一方でブロガーライター HR フォトグラファーみたいな、なんかいろいろ肩書きがあってすごいですよね。なんか、これ出しちゃってもいいですかね。大丈夫です。ウェブページこれは、ロフトワークさんの、サイトの中にある紹介ページですかね。そうです、私のプロフィールページですね。はいはい、すごいすごい、これが本業ですね。はい、で得意とする領域もね、ウェブ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 みたいな、はい、もともとはウェブ系の人間です。はい、あ、そうですね。はい、シックスアパートさんにいらっしゃったってことはもうそういうことですよね。ダブルタイプのマーケティングを前職はしておりまして、はい、で、あ、なんとギズモード、はい、一方でそのブログつながりでブログを書いていて、うん、でギズモードとかザブリッジとかそういうテック系メディアの翻訳のライターをしたりする一方で、はいはい、HDR 写真を撮って、はい、それがいろいろ講じて本を出すことになったのが去年の夏でした。うん、なるほどなるほど。はい、なんかつながってないような気もしつつつながってるような気もするという感じではあるんですけども、はい、HDR 写真っていうところは、はい、もともとお写真、お写真って写真が、はい、写真が好きっていうところあるんですかね。はい、写真が好きで、はい、で、そうは言ってもプロのカメラマンではないんですけれども、HDR 写真、HDR という技法を使うことによって、はい、随分かっこよくなるんです写真が。はい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 、はい、でそれで HDR 写真始めたのは私2010年ぐらいからでハマっていったんですけれども、あ、ね、当時2010年 iPhone4 が出た時に、はいはい、HDR 撮影機能というのが初めて搭載をされ、そうでしたよね。はい、その時に何だ HDR と思って調べて、いろいろ独学で、海外のサイトとか見ながら調べて、はい、ハマっていったのがきっかけで、はいはいはい、今に至る。なるほどなるほど。みたいな感じです。すごい、もう今や、その撮られたというか HDR 化したというか、なんかその写真も本当にすごいんですけど、なんと本まで出されるっていうところまで行くっていうのはすごいですね。凝り性なんですか。凝り性なんですかね。はい、HDR 写真日本に本とか出ていないし、あんまり、うん、そうですね、はいはい、なんていうのか、著名な方とかもいなかったので、はいはいはい、頑張ってみました。なるほど、はい、なるほど。本僕も拝見したんですけど、すごい見てるだけでも結構楽しい。自分でやれるようにちゃんとなってるんですけども、見るだけでもすごく美しい本になっているので、今日はちょっとその、はい、本のタイトルでいくところの、魔法のかけ方のレシピ、レシピと題していきたいなと
というふうに思います。はい、はい、よろしくお願いします。どうしましょうかね。画面を切り替えちゃっても大丈夫な感じですか。じゃあちょっと HDR 写真ってどんなものかっていうのをお話してもいいですか。はいはいはい、じゃあ画面切り替えていただいて。ぜひぜひ。はい、でですね、私2013年の1月から3ヶ月ほど世界一周旅行に行っていて、はい、そんな簡単に言わないでください。世界一周ですか。はい、世界一周旅行に。世界一周するの結構すごいですね。はい、転職するときに行きました。はい、やめて3ヶ月の旅行に夫婦で行ったんですけれども。3ヶ月で、はい、ぐるっと回ってきたって感じなんですね。そうですね、はいはいはい、すごい。全部飛行機で行ってたんですけど、はい、その世界一周旅行の目的のうちの一つに、はい、世界の美しい風景を HDR 撮りたいなっていうのがあって。なるほど、はい、で当時カメラニコの D5100 とか広角でレンズつけて HDR 写真を撮っていて、そこにあるフリッカーの今出しているのが、はい、世界一周 HDR のところなんですけれども、これ全部本当に撮られたんですか。はい、全部自分で撮ったものです。すごい、なんか一枚一枚すごいんですよ、はい、この写真なんか世界不思議うんたらみたいな感じ、はい、うわ、はいはい、でイースター島に行ってモアイの写真を撮ってみたりとか、すごいな、南米に飛んで行って、はい、これはマチュピチュの写真ですね、はい、なんか空撮ですかみたいな感じですけど。空撮みたいですよね、うん、まあ何都市っていうんでしたっけ、天空都市、天空都市、天空都市、まさにそんな感じのアングルというかで撮れてますよね、うん、はい、この写真撮るときこれまでずっと雲がかかってて、マチュピチュのこの風景見れなかったんですけど、さーっと雲が引いてこの都市がズバーッと現れて、へえ、ラピュタ感やばいと思う。これ全然見えない状態だったんですか。はい、見えない状態で雲が急に引いて現る天空都市みたいな風景ですね。すごいな。でちょうどいい具合に雲がかかっててかっこいい写真。はいはいはい、なんか、うん、すっげえ ここまで行くのにどれぐらいかかるもんなんですか。さあ日本からですか。あごめんなさい、そうではなくてふもとからみたいな。ふもとからホテルからどんな段取りでここまで行くのかみたいな。マチュピチュの村からバスに乗って、はい、途中までバスに乗って行って、はい、で歩いて上がって、歩いて上がって20分30分ちょっと急なところを上がっていって、はい、登っていきます。バスが長い感じなんですか。そうでもない、マチュピチュのふもとから30分ぐらいです、ね、ああじゃあ割と気軽に行けるんですね、うん、はいはいはい、そこのマチュピチュの村に行くまでがまた道のりは長いです。あ、そっか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 、うん、ですよね、はい、はいはい、というところであったり、またこれも南米なんですけれども、うわこれちょっと、うん、これ本の表紙にもなったボリビアのユニエンコ、はい、で、この見ての通り見渡す限りの真っ平らな湖が鏡張りになっていて、はい、いや本当天国、すごいですね。なんかまあそのね HDR っていうところもあるんですが、うん、この場所があるんですね。あるんですよね本当に世界でここしかないでしょうね。この車で行かれたんですか、うん、はい、この車あのボリビアのそのウニ村っていうのがあって、そこで観光業やっていて、はい、でドライバーの人がこの車、ドライバーと車をチャーターして、で半日でここに行くみたいなツアーが行くの主流なんです。なるほどなるほど。でそのドライバーの車がこの 4WD の車だった。へなんかもうCM 的 な、ね、CM みたいなそんな感じですよね、うん、はい、これももちろん HDR 写真 で、はい、でこれはブラジルの幻想図書館という、はい、すごい名前の図書館の中です。はいはいはい、リオデジャネイロの中にあるんですけども、なんか結構こじんまりとしていて、ええ、図書館なんですけど本は借りることはできず。あそうなんですね、うん、はいはい、なんかもう FF ファイナルファンタジーみたいな雰囲気で、はい、これってどなたでも入れるんですか、うん、誰でも入れます。なんか入り口で名前ちゃちゃって書いて入って、はいはいはい、無料で入ることができます。すごいな、うん、かっこいいですよね、はい、でもなんか結構こじんまりとしてるんです、ね、うん、あそうなんですね、うん、すごいワイド感あふれるというか、うん、そうなんです、広角でワイドに撮っている、はい、でまたところ変わってヨーロッパで、これがイタリア あのチンクエテッレっていう、はい、漁村です。はいはいはい、イタリアの地図的に言うとどのあたりになるんですかね。地図的で言うと北西、北側の西より、西 の海に面するところですね、はい、ミラノよりももっとこう 西、うんうん、西の海沿いの西側のちょっと上側のところです、はいはい、なるほどなるほど。なんかカラフルな家が断崖絶壁のところに並んでいて、はい、
可愛い。すごいね、うん、こんな塗り分けてるんですね。うん、はい、可愛いですよね。ちょっと天気良くなかったんですけど。いやいや、逆にかっこいいですよね。うんうん、すごい。なんか RPG っぽい風景で面白いの。はいはいはい。あ、そうですね。うん、はい。で次が、あの、これがドバイです。はい。すごいな。なんか世界一美しいスターバックススターバックスって言われていたところ。言われているのかわからないですけど、誰が言ったかわかんないですけど、なるほど、はい、どこかというと、あのドバイのすっごくラグジュアリーなモールの中の、はいはいはい、に入っているスターバックスなんです。うーん、割とじゃ あの建物そのものは、あの最近の建物なんですね。そうですね、すごい新しい建物なはずで、このモールにいろいろテーマがあって、エジプトエリアとか中国エリアとか、ここはアラビックエリアのところにあるスターバックス、はいはい、へえ、すごい、すごい天井感というか、うん、天井感、すごい天井高いですね、はい、うんうん、でも新しい建物です。素敵な、はい、というのがざっくりと、あの世界一周の時に撮っていた写真 で、はい、で最近、あのここ数ヶ月で撮っている写真はこういう風景というよりは、なんか、あ、綺麗ですね、はい、葉っぱとか物とか、こうマテリアル感があるような素材を HDR で撮ると面白いかなと思って、はい、うんうん、そういった被写体を割と好き好んで撮ってます。はいはいはい、これは綺麗な葉っぱ、ね、うんうん、なんかデスクトップの背景にいそうな感じのもの、したい、したい、うん、したい。でこれ、あの最近撮った、あの、あ、瓦礫の写真、これもいい感じですね。デスクトップ感があるようなやつ。これはどこの国なんですか？これはですね、弊社の今京都オフィス移転中で、はいはい、そこの解体工事をしているところがちょうどたまたま行った時に瓦礫まみれで、うん、これはなんていい被写体なんだと思って撮った時の写真です。はい、こういうのってね、実は身近なところにこういうのがあったりするわけですよね。うん、そうなんですよね。写真のね、あのやりようによってはこう、うんうん、いい感じになるというやるようなもの、はいはい、というのが、まあ、はい、HDR 写真をご紹介させていただいたんですけれども、はい、そもそも HDR 写真とは何ぞや、はい、まあ、この番組を見ている方は何度も聞いたことがあると思うので、ね、いや、土地は答えられませんでしたよ。土地はさ、エヴァンジェリスト何度も言ってるはずなのに、はい、はい、HDR 写真とは、はい、一言で説明をすると、ハイダイナミックレンジの逆で、うん、まあ、露出の違う同じ写真を合成することで、通常の写真よりも幅広いダイナミックレンジを表現する写真の表現技法のことです。うん、なるほど、なるほど。なんだろう、まあ、通常だと 1枚のバシャって撮った写真だとなかなかこうはいかないんですね。露出ってこう決めて撮るわけですから、うんうん、はい、でもその1枚の写真の中で違う露出の箇所が存在するみたいな状態になるわけですね。はいはい、つまり、そのじゃあハイダイナミックレンジのダイナミックレンジって何ぞやというところを説明をすると、うん、はい、すね、はい、要はこういうことで、これ分かりやすいかもしれないですね。うん、ダイナミックレンジとは、あのカメラのセンサーとか人間の目が捉えることができる、うん、最も明るいところと最も暗い部分の範囲のこと、レンジのことです。はいはいはい。で、まあ、明るいレンジはもう太陽のそばの白い雲で、最も暗いところだと夜空みたいなこういう図があるんですけれども、まあ、この図を見てみると分かるように、あの人間の目の方がカメラのセンサーよりも明らかにダイナミックレンジが優れてます。ものすごい、もう2倍以上ってことになりますね。うん、そうですね、はい、なので、あのカメラで収めたものと自分の目で見たものと、あの異なって見えるのは、カメラのセンサーと人間の目と全然ダイナミックレンジの性能が違うからと言えます。カメラを、うん、あのすごい感動したからといって、カメラで撮ったから後でなんて思っても、実はそうはいかないわけですね。人間の目の方が、うんうん、脳内イメージの方が全然すごくそう鮮明であると、はい、で例えば、まあ、こういった、あの屋内から外を、窓の外を見るような景色、これは、はいはい、どこだっけ、カンボジアかなんかの遺跡の中なんですけれども、はいはい、カンボジアも行かれて、はいはい、はいはい、そうなんです。まあ、普通に撮ると、普通のカメラで撮ると、うん、あの外の風景に露出を合わせて撮影しようとすると、うん、屋内の壁がこう真っ暗になってしまう、黒つぶれをしてしまいます。うんうん、こういうのありますよね、写真として。まあ、これはこれでよしかっていう場合もあるかもしれませんけどね。うん、はい、うん。どっちに合わせるんだっていうね。うん、はい。で逆に、あの屋内の壁の方、暗い方に露出を合わせると全体的に白くなってしまって、うん、今度は窓の外が白飛びをしてしまう。実際ね、うん、あのその場にいると両方とも見えてたのに、これが、カメラではこの選択をせざるを得ない。そうなんですよね。ね、まあ、iPhone とかでも、あのどこに露出を合わせるかとかで全然雰囲気が変わるのは、うん、本当にダイナミックレンジの、うんうんうん、カメラのセンサーが持つダイナミックレンジの差なんですけれども、はいはい、
このダイナミックレンジの性能を補うのが HDR という写真の技法です、うん、なるほど。でこれが HDR 合成をした写真で、まあ、こういうふうにするとあの黒つぶれも白飛びもしていない写真に仕上げることができる、はい、なるほど。なのでこれがあの HDR 写真の本質的な考え方です。なるほど、うん、むしろでもこの頭の中のイメージにある意味近いっていうことになるわけですね。です、うん、記憶にはこういうふうに残ってるみたいな、うん、なので人間の目で見たものに近づけていくっていうのを、まあ、あの写真の撮り方と合成の仕方で補うというような、うんうん、なるほど、写真の表現技法ですね。はいはいはい。でまたねこれ、味付けって部分になるかと思うんですが、ちょっとアーティスティックというか、はい、まあ、ダイナミックレンジなんですけど、そのダイナミックな感じというか、うん、になってくるんですね。そうですね、はい、この合成の仕方によってすごい派手になったりするので、うんうん、まあ、そういった表現が流行ったり嫌われたりするというのがあるんですけれども、はいはいはい、これ面白いですね、うん、はい、で基本的にあの HR 写真の撮り方っていうのは、ああ撮り方、はいはい、あるんです。あの写真3枚撮らなきゃいけなくて、お大変ですね、はい、3枚大変なんですよ、うんうんうん、つまり HR 写真は全く同じ風景の写真を暗い、普通、明るい、なるほど、露出を変えて複数枚撮影してそれを合成することでダイナミックレンジの幅を広げることができると。はいはいはい。なので今あの新しいカメラとかだとこれを自動的にやってくれるものが多いです。あ、まあそうなんですかってわざと突っ込みしてますけど、 iPhone にもついてます、はい、そう今や iPhone にもこの機能が入ってるということです、うん、はい、まあ、あのソニーとかオリンパスのカメラ、他のカメラもついてると思うんですけど、うん、HDR って機能を押すと多分カメラカシャカシャカシャって、あ撮ってるな、そしてちょっとじーっと待つと、はいはい、HDR っぽい写真撮ってくれると思うんですけど、はいはい、それは全部カメラの中でこの作業をしてくれてる、はいはいはい、もうだから、ね、あの、うん、3回調整してカシャ調整してカシャではなくて、大体もうあの機能として入ってきてるの で、 そうですね、皆さん的には HDR をオンにしていただいて、パシャッと撮ればですね。なのでこういったあの屋内から窓の外を見るような明暗差が激しいような景色はもうカメラの中で HR パッて撮っちゃうとかなり変わってくると思います、うん、はいはいはい。ただ私の場合はあの自分のソフトで合成していろいろと変えていくっていうのをやっています。まあその iPhone、うん、あるいはそのカメラによってもですけど、その内部でも合成しちゃうっていう機能もあるんですけども、うん、あえてこの3枚を、自分の手で、まあ、あの合成をして味付けしていくという方が、はい、なんか写真の仕上がりとしては自分好みになっていくというふうに考えています、はい、でこの HDR 写真って実はあの今に始まった新しい技術ではなくて、大正時代、はい、大正時代ぐらいからこれあるらしいんですよねすごいですね。いろいろ調べていたら出てきて、でも鹿さんね、大正時代ってデジカメないですよね。ないですね。これは手法としては多分なんかフィルムをマニュアルで合成するってことなんでしょうね。そうなんでしょうね、はいはいはい、なんか空がすごい明るいけれども、うんうん、あの前面の川の絵の船もすごく明るくちゃんと出てると、うんうん、なのであの背景の雲とそれ以外をきっと多重露光で撮影して、はいはい、暗室内で多分ネガ的なものを合成していると思われます。はいはいはい、ちょっと具体的にどうやったかはこの大正時代のこれを撮った人に聞かないと分からないんですけどね。へすごいですね。でこれがあの海外の HDR 本だとこれが世界で最初の HDR 写真と言われているらしいんですけれども、タイム誌ですね、1954年、うんうん、はい、54年このマーシャル諸島のビキニ水爆実験の写真も、はい、なんか実は雲の部分とそれ以外を多重露光を撮影して合成されているらしいです。これは大変でしょうね、まあこうね、うん、雲が広がっていくところでしょうから、どうやって撮ったんでしょう ね、 ね、すごい、うん、ということで、まあ、撮影方法がアナログかデジタルかによっての違いによって、まあ、これも立派な HR 写真なんですよと、はい、歴史はあるんですね、すごく、うん、なので HR 写真、あ、ごめんなさい、はい、今に始まったような技術ではなくて実は昔からあるような考え方なんですよっていうのが言いたかったと、はい、で今でいう HR って大体2種類に分けられると思っていて、はい、で一つはあの左側のゴリゴリのアーティスティックっぽい感じ、はあはあ、結構ちょっと強めにかかってる感じですね、うん、はい、でなんか HDR 写真って聞くとこっちの方をイメージする方の方が多いですし、うん、多分 HDR 写真、うん、HDR イメージとかって Google 画像検索するとこういう感じの写真がバーって出てくるので、あ、なるほど、はいはい、そういうイメージを持っている人が多いと思うんですけれども、うん、こっちはゴリゴリ系ですね、うん、うわ、うん、もうすごいすごいですね、うん、こういうのが好きっていうと、まあ、
いますよね。絵画的な、絵画的な、はい、すごい超現実的な感じにする、うん、まあでもね、脳内イメージですから、うん、人それぞれなんですか、人それぞれなんですよね、はい、まあ、こういうのもあってもいいのかなと、うん、まあ、でもこういう写真ってやっぱ賛否両論分かれやすくて、うん、まあ、こういう写真ばっかり見てるとエチア写真はなんか汚いとか全部一緒に見えるとか目がチカチカするとか、うんうん、っていうようなところコメントとかって多かったりするんですけれども、あ、なるほどね、はいはい、まあ、大体こういった写真に向けられることが多い、はいはいはい、でもまあ それだけではないんだぞと、うん、でこれももちろん HDR 写真で明暗さをうまく調整している方の写真です、これいい感じじゃないですか、うん、へ、なので本当好みに分かれるんですけれども、はいはい、最近は私はこういう自然な方をうまく調整する方に寄っています、うんうん、はい、絶妙な感じですね、これもね、うん、絶妙な感じにしたいなと、はい、なので、まあ、これあのこれ HDR 写真にする前の元写真なんですけれども、うん、まあ、構図はいいですけどね、うん、まあ、普通に撮影すると、まあ、普通に虹が出てて綺麗ですね写真なんですが、はいはい、HDR の加工これ結構バキバキにしてるんですけどこれはすごいですね、これかなり変えてます、はあ、こんなに鮮やかにできます、これ同じ写真なんですか、同じ写真ですね、こうなっちゃうんですか、うん、こうなっちゃいます、あの楽しいですね、楽しいんですよこれはここまで結果が変わるとテンションがあるんですよね、これはすごいですね、これ、うん、こんな、なんかでも難しそうですね、そんなことありません、ナイトルームがあれば、はい、その虹すごくあの薄かった虹をくっきりさせたりとか、ね、あの川に映る雲の感じとかも再現したりとか、はい、ちょっとオリジナルをまたもう一回見せてもらっていいですか、はい、そうなんですよね、うん、ほとんど潰れちゃってる風にね、くすんでる感じなのに、うん、こんなにクリアに色が残ってるんですね、残ってるんですよね、写真の持つ情報で実はここまで引き出すことができて、 HDR にすることで、うんうんうん、よりあの写真が持っている色の情報とか明るさの情報とかを引き出すことができるんですね、はいはいはい、すごいすごい、うん、すごい楽しいかもで、はい、これもその最たる例だと思ってるんですけど、これもう真っ暗じゃないですか、黒つぶれまくり、すごい真っ暗、これあのイタリアのローマのスペイン広場の風景でちょうど夕暮れの季節 で、はい、で逆光なんですよね、はいはい、夜7時と か、 なんかで逆光ですっごい黒つぶれしてる、すっごい逆光で、あれ太陽ですもんね、はいはい、うん、を、限界まで上げるとここまで再現できる、マジですか、これはすごいな、うん、はあ、ここまで鮮やかに復元することができる、はい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 、実はなんかあんな真っ黒だった写真にも頑張ればここまで情報が残ってるんですよね、なんかちゃんと影がちゃんとね、人々の影がちゃんと残ってるっていうのがにわかに信じられない、こっちが元、HDR、こんな、うん、すごいな、普通に撮ると真っ暗だけど、でも人間の目で見るともっと綺麗なはずなんですよね、そうですよね、うん、目ってこうね、やっぱ体勢があるというかこう慣れるっていうところもあるので、うん、もっと素敵な風景なのにと思ったのを、うん、まあ、復元するとここまでいく、なんとかなると、うん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 、でこれも色的にはだいぶ加工している方の写真ではあるんですけれども、はいはい、こういうのは、三脚を立ててるんですか、三脚を立てる場合と立てない場合があって、はいはいはい、立てなくても例えばあのなんだろうなって柵の上に乗せて固定をする、極力動かない写真を撮る方法いくつかありますが、最近のカメラってセンサーの性能がいいので、はい、手持ちでも結構ブレずにパシャパシャパシャって撮れるものが、あ、そうなんですか、へ、当時は2年前だったのでニコの D5100 で APS-C だったので、はいはい、センサー的にはすごく今のものに比べたらそんな良くないんですけど、これもでも柵とかに何か乗せて撮ったと思います、手持ちですね、あのね、先ほどもあの説明した通り、まあ、3枚とかこれ3枚撮ってる感じなんですよね、そうです、パシャパシャパシャと、だからね、あの同じこうブレないというところが、うんうんうん、あの一つなんだろう、撮り方のテクニックってことになってくるんですけども、もうその3枚さえ撮ってしまえば後でこういうふうに持っていけるということですね、うん、はい、あとまあローデータってことですよね、ローデータで撮りますね、うんうん、まあ、JPEG でも撮れるんですけども、こういう明暗差が激しいとこういうような風景、はい、絶対ローで撮った方がいいですね、はい、そうですよね、はい、はい、でまあこの あこれ、ね、写真、ね、本の表紙にもなった写真はもともとはこんな写真をこういうふうにしていると、あ、こう、まあ、元の写真もすごいですね、でもね、やっぱこんなとこないよねっていうのは、うん、うわすごい、再現していると、もうこれアートですね、うん、アートっぽくなるんですよね、うんうん、すなので、あのプロの写真家でなくてもなんかあんまイマジアなという写真でも、はい、こういう HDR の魔法をかけることでここまで再現することができると、うん、鹿さん魔法ですね、魔法です、あ、はい、あ、飛んじゃいましたけど、うん、はい、よくね、あのフォトショップも、うん、フォトショップマジックってよく言うんですけど、うん、
まさにこれ HDR マジックですね。マジックですね。すごい。なので人によってはこれごまかしてるとかチートであるとかって言われたりすることもあるんですが、あでもいやいやもうソフトのこんなにソフトが進化していてライトルームもすごいんだからその恩恵を受けないのはもったいないと思ってます、うん、でもここまで、やるとある意味だからそのアートですねって言ってるのは、うん、本当に何だろう楽しいですし、見てる方も楽しめるんじゃないかなっていうふうに思いますよね、うんうんうん、はい。ちょっと普通に撮ったいわゆる何でしょう記録写真的なものとはちょっと違うのかもしれないんですけど、うんそうですね、毎回自分の手で仕上げる楽しさがあっています、うんうんうんはい、じゃあ簡単に HDR の写真の撮り方改めておさらいをすると、はいはいはい、必要な道具はカメラ三脚なくても大丈夫、うん、あと当たり前ですが、うん、パソコンと、うん、HDR の写真合成ソフトと現像ソフト、うんうん、でHDR の写真合成、今ライトルームとフォトショップでもできるようになっています。はい、はい、はい、何度も紹介していると思いますけど。いえいえ、フォトショップはね、元来持ってて、最近ライトルームでもできるようになったっていう感じですね。私は合成にはフォトマティックスっていう、はい、HDR の合成の専門のソフトを使っています。はいはいはい。で、現像ソフトはライトルームを使ってます。あ、なるほどね。この合わせ技で、うん、やるのが石川流という形です。石川流ですね、はい、本でもこういうフォトマティックスとライトルームを使ってというふうに紹介をしています、うん、はいはい。で、写真の撮り方簡単に説明をしておくと、はい、要はブラケット撮影で、うん、暗い普通明るいの写真、うん、だいたい2EV、うん、2段階のやつで撮る、はいはい、3枚撮ることが多いんですけれども、そういうことですね、はいはい、ソニーの α7 で紹介してるんですが、あ、はい、今日はA モード絞り優先モードにして、うん、で画質はローに必ずして、はいはい、ブラケットにして写真撮影をします、うん、でこの時 ISO の設定とホワイトバランスも確認してねと、まあ、詳しくは本を読んでくださいと。なるほど、はい、なるほど。まあ設定さえ知っておけばオートマチックにパシャパシャっと、うん、パシャパシャパシャと、まあ、誰でも撮れます、うん、まあ、カメラによってねこの辺はあると思いますので、うん、まあ、でもこの機能が入ってないカメラって今あんまりないかなというふうに思いますので、はい。で、まあ、ソフトで HDR 写真を合成作業して3枚を1枚にする作業をして、はい、で現像して仕上げるというのが一連の流れです、はい、なるほどなるほど、はい、はい、ということで、うん、まあ、ちょっとを実際にやっていただくという感じですかね。はい、おライトルームくんが、あ、これミラーリングですね、はい、ということどれにしようかな、どれにしますか。あ、こっちで、じゃあ軍艦島の写真にします。マジですか、軍艦島。最近撮ってきたんですね。あ、去年撮ってきたんですけど、はいはい、世界遺産になったばかりなので、はい、そうです、もう今ね、はい、皆さんこぞって軍艦島に今殺到してます、はい。で、まあ、プラグインもあるんですけども、そういうのないので、今3枚を選んだ状態でソフトを選んでフォトマティックスで編集。あ、なるほど、うん、他のツールで編集のところから、はい、これは、もしよかったらこのソフトウェアも紹介いただけると思うんですが、はい、日本のメーカーさんではないんですよね。そうですね、確かフランスのだったかな、はい。でここでいろいろとこれもフォトマティックスのソフト見てるんですけども、はいはいはい、手持ち撮影とか、あとゴースト除去ツールとか、うん、ノイズリダクションとか、ここでいろいろと設定ができます。あ、なるほど、合成する前段階の、うん、オプションとして、まあ、ゴーストを取るっていう機能もついてるっていうところですね、はい、そうですね、ブレをかなり取ってくれます。はい、はい、まあ、どんなにね三脚で固定してても微妙なズレっていうのが、うん、まあ、ゴーストにつながっていくかなとは思いますが、うん、特に軍艦島のこの写真ってもう船の上から撮ってるので絶対ブレてるんですよね。はいはいはい、あ、明らかなブレですね、うんうんうん、まあ、三脚から撮ろうが手で撮ろうが必ずブレるような被写体ではあるんですけれども、うん、はいはい、それがあら不思議って感じで、うん、あら不思議で、フォトマティックスからここ自然とか絵画調とか選べます。あ、ここプリセットですね、はい、フォトマティックス承認プリセットで、まあ、この辺とか選ぶと本当最悪な極端なっていう言い方ですね、うん、HDR だとこう超こういうの選ぶ人がたまにいるんですけど、これはやめた方がいいですね。なるほど、自然にしたければこの辺のなんか自然とか写真風とか選んで合成をし、はいはい、でここでいろいろと今オートマティックさんが頑張ってくれていて、うんうん、で
これがあの合成したての写真、はいはい、でよくよく見るとこの辺あのすごいズレが出てますよね。あ本当だ、でもだいぶズレを直してくれてそうですね、うん、あの画面の右下のところになります、うん、ちょっとねあのウェブだとちっちゃくて見づらい、でもねかなりやっぱりズレてるんですね、うん、ズレますね、うん、というのは、まあ、一旦別名で保存してみたいなことをして、はい、でまあ、ライトルームで読み込んだと設定をしましょう。それが三分間クッキング的にこっちに行きます、はいはい、あ、なるほど、うん、これはあの TIFF で来てる感じですね。そうですね、はい、で現像で、あ、これじゃないや、実際にこれの、合成を行ったものの、今度は編集作業に移っていくというところです。そうですね、これにしよう、これも合成済みなんですが、はい、一旦初期化をし、初期化、はい、非破壊編集でございますので、非破壊編集、何度でも最初に戻れます。じゃない、ごめんなさい、合成済みのやつがあって、はいはい、大丈夫ですよ、はい、今一旦、今度はライトルームから送って合成して今度戻ってきたところですね、うん、どれかな、トマティックス、これっぽい、はい、いい感じもね、僕も行きたいんですけどね、今すごい人がいっぱい来てるみたいですね。そうなんですね、はい、あの初期化してこれか、話題のドローンを飛ばしたりとかですね、いろいろいろんな、いろんなあの映像とか写真とか、ね、うん、出てきてますけど、うん、確か、もうすぐ公開の、うんうん、進撃の巨人もここで撮影した。あ、そうなんですか、へー、そうですね、はい、まあいいや、まあ、そういえばね、それっぽい、うんうん、でまあ、ちょっとよく分からなくなったんですけど、まあ、分からないのでいいやと思って、まあ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 、まあ、うん、あのどんな感じが HDR っぽい、はい、まあ、編集パラメータなのかっていうところをちょっと、はい、この辺ってね、ライトルームの、この編集というか現像のパラメータって人それぞれじゃないですか、うん、だからそこはあのなかなか教えてくれない人も多くて、はい、うん、どうやってんだろう人の、あの他の人はみたいな、すごい気になるポイントですよね。うん、で私のポイントはもう完全に、はい、ハイライト、シャドウ、白レベル、黒レベル、明瞭度です、うん、もうなんか割と基本補正のところに固まってるところで、完結してるって感じですか。ハイライトをガッとマイナス100、シャドウをガッと上げ、ちょっと待ってください、明瞭度上げる、でサイドとかも上げるとそれっぽくなっていくと、はい、おー、これがあのまあ、白レベルとかも場合によっては変えるんですけれども、はいはい、今極端にあの調整をするパターンが、はい、ハイライトマイナス100、はい、シャドウプラス100、はい、黒レベルマイナス100、ハイライトマイナス100、明瞭度、自然なサイドもプラス100、100ぐらいまで持っていっちゃうのが、はい、あの一番それっぽくなる設定です。なんかジグザグな感じ、うん、ジグザグな感じ、はいはいはい、あ、そうなんですね。ハイライトを下げることに極力あの白飛びしているところを頑張って再現し、まあまあまあ、はい、シャドウをガッと上げることで黒つぶれしているところを限界まで上げる、で黒レベルはあの趣味かもしれないんですけども、ここを下げるとすごくあの写真にメリハリが深みと深みが出ます。明瞭度はあのパッキリとくっきりとさせたい、あ、はいはい、まあ、これ露骨に出ちゃうところなんですけれども、なるほどなるほど、でサイドを上げるとまああの派手になる、派手になる、派手になる、そういうことですね、うん、はいはい、はあ、まあ、再度上げ下げしてもいいかもしれないですけどね、うん、意外と意外と意外とすごいすごいバキバキバキってこうやるんですね。バキバキになりますね、まあ、この辺は細かい調整、うん、写真によってするんですけど、ね、あ、そうですね、はいはい、今ね、あの、うん、ある意味この分かりやすくっていうところもありますが、そうですね、はい、典型的な感じの、チューンをしてます、はい、はい、で、あの、まあ好みに分かれるんですけども、周辺露光量は、あ、ビネットっていうことですね、割となんだろう、絵画的というか、うんうん、な仕上がりになっていくということで、よく使われる部分ではありますけども、うんうん、周辺露光量ってどこ行ってましたっけ。下の方ですよね、うん、畳まれちゃってるのかな、周辺露光量は、あれどこ行っちゃいましたか、ね、生放送の緊張してどっか行っちゃいますよねですね、うん、おそらく、効果、霞の除去、
の上あたりじゃないですか、切り抜き後の周辺光量補正とかって書いてある。これですね、はい、そうですそうです。これをやるとビネット効果が得られる、はいはい、それっぽくなる、はい、とかとか、とかとか、あとさっき教わったブルーの色相、うん、座標、はい、あたり値、はい、のサイドを変えるとなんか写真にメリハリが出るっていう、これはこの番組も登場したオーディションの回で登場したドリキンの、仕入れた情報でいくとですね、うん、なんかこのあたりですね、これ、うんうん、一番下です。カメラキャリブレーションのパネル開いて、ブルー色度座標を、なんだ地こう彩度を上げるとなんかメリハリが出るっていうのをさっき教わりました。そうそうそうです。そうなんです。実は意外なところでいくと、最近追加されたやっぱり先ほどのビネット追加した効果の、セグメントに入っている、うんうん、一番下の項目になります。ディヘイズと言われている霞の除去、霞の除去っていうですね、効果の一番下のところにあるんですが、霞の除去ですから霞取るっていうのが本来の目的なんですけども、これがですね、右にガーッと寄せると写真ちょっと暗めになりつつもすごくコントラストがいい感じで増したりするので、ここを上げつつ少し明るくしてあげるとかっていうふうに露光を少し上げてあげるってすると、うん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 、なんか味成分が出てきたりするっていうのを僕最近旨味成分って言ってましたね、はいはい、そう最近発見したんですけど、ここすごい変わりますね。あ、こんな感じで写真変わるんですか、うん、他の被写体を例えば使ってみる、あ、はいはいはい、この辺とかこれはもう HDR いろいろ初期化をしてみると、うん、もともとは HDR 合成後こんな感じの素材だったんですけど、なるほど、なんか現場写真って感じですね、はい、本当に HDR みたいな感じの素材ではあるんですけど、はい、これもハイライト下げ、ハイライト下げ、シャドウ上げの、シャドウ上げ、黒レベルの下げの、下げの明瞭度上げの、明瞭上げ、これもうちょっとロコール上げたい感じがする。ロコール少し上げて、明るくしてあげて、明るくしてあげて、サイド上げるとなんかもうちょっと色が鮮やかになり、皆さん分かりますこのジグザグ加減、このジグザグ加減これなんですね、うん、この辺です。あ、できたできた。はいはいはい。まあ、こんぐらい設定を変えると面白いですね。はいはいはい、なるほどね、うん。すごい楽しむっていう感じではありますけどね。でね、ではい、さっきの教わったやつ、霞の除去をこれやってみると、あ、メリハリ出ますね。うん、で、露光を少しまた少し戻してあげたりとか、上げて、うん、上げたりすると、うん、よりメリハリが、なんか明瞭度と黒レベルを上手に調整するような、コントラストをちょうど動かすのに近い動きではあるんですけど、うんうん、独特のというか、まあ、霞を探してるんでしょうね、うんうんうん、ライトルーム君は霞はないんですけどね、これは HDR 的にはなかなか使い勝手が良さそうなところですね、うん、はい、これサイドブルーのやつ変えたり、なるほど、すごいな、このレシピはある意味激しいですよ、うんうん、激しいです激しく、うん、でもね、ガンガンガンで、かけてさらにそこから戻していくっていうパターンでもいいでしょうし、そうですね、うん、まあ、これってフルスクリーンするとこんな感じですね。なんかあれですね、特に、まあ、ウェブ時代のというか、まあ、サムネイルとかでどんな大きさで表、うんうんうん、見られるかわからないっていうようなところでもちゃんとインパクトを持たせるみたいなことができたりしますね。そうですね、はい、これ多分ね、皆さんちっちゃい画面で今見てる人がすごく多いと思うんですけど、それでもすごい分かりやすく、うんうん、来るのかなと、ですね、うん、これビフォーアフターでしたっけ。あ、そうかそうか、補正ない、はい、補正、こうやってフルスクリーンでできるんですか、うん、ね、そのボタンを、あ、フルスクリーンに、ごめんなさい、ここをもう一回押すと、これじゃないですよ。フルスクリーンにするには、表示ウィンドウメニューどっちかですね。ちょっと待ってください。おかしい。ですね、ウィンドウメニューにスクリーンモードってあるんで、フルスクリーン F ですね。これは違うか、まあ、あれいいか。パネル畳むといいですよ、三角形、はいはいはい、クリックしてあげて、あ、だいぶフルスクリーン、で 右側もやると、はい、そうすると、まあ、これがビフォーアフター的に HDR 合成後の写真のビフォーアフターですね、うん、すごい、うん、変わりますね。現場写真が
なんか、うん、なんかそれ映画の一場面に変わった感じがしますが、はい、ですよね、はい、ただの瓦礫の山なのがなんか味のあるように感じるという、そう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 、そうですよね、うん、はい、まさにそんな感じ、急におしゃれっぽくなるっていう効果があります、うん、はい、さほどね、まあ、実際に撮るところからなので、いろいろと苦労はあるんですが、うん、あのそんなに難しいことをやってるわけではないので結構楽しめますね。そうですね、はい、本当やってることってシンプルで細々とレタッチとかそんなにしないですし、はいはいはい、そのハイライトシャドウをガッガッガッと上げて、は変わった、アイチアイっぽくなったっていうのが基本的な操作の仕方です、うん、なるほどなるほど、すごいな、こんなに変わるもんなんですね。はい、ライトルームすごいですよね。ああ、ありがとう。まあ、まあ、あの、あとね、そもそもあのでもやっぱ写真は構図だって言いますけど、うん、あのそこに着目してそこを撮ってるっていうところもすごい、うんうんうん、多分その右側のイメージが石川さんの頭の中にはその時点であったわけですもんね。そうですね、うん、HDR のみたいな感じで被写体見ると HDR で撮るとどんな風になるんだろうなっていう論外変換したりとか、はいはい、そうか、うん、僕もあの多分左のイメージのまま通り過ぎてしまう可能性が高いですもん。うん、そういう意味ではあのでもね、あのこうなるんだっていうことを前提に周りを見つめると、うん、ちょっといろんなものが、面白い素材に なってくるんじゃないかなっていうふうに思いますけどね、うんうん、はい、はい、すごいですね、うん、というのがざっと一時あるで、はい、あ、なるほどなるほど、うん、こういうところが、この本の中で、うん、この本の中でも使ってる写真、あ、そうですね、今ご紹介した写真をベースに、やってるのと、あとこういうちゃんとですね、何でしょう、操作方法的なところもちゃんと入れてますので、はいはい、丁寧に解説をしてます、はい、すごい、うん、まだ、あ、これもありますね、はいはい、まあ、出版から1年ぐらい経ってますがまだ中身は古くなってないはず、あ、そうですね、うん、ライトルームのアップデートしてますけど、はい、まだ全然使えますありがとうございますそうなんです、あの、うん、ライトルーム、まあ、これ5のタイミングだったと思うんですけど、うん、今 CC になりましたけども、大きく変わってる部分というのは、うん、まあ、機能が追加された、あ、でも HDR マージができるようになったというのは大きかったですね、はい、 そ, はい、そこはその本カバーしきれてないですね。なるほどなるほど、フォトショップでやり方が書いてあるので、あ、そっかそっかそっか、うん、だから、まあ、今、先ほどの、ごめんなさい、フォトマティックスってのは大体おいくら万円ぐらいなものなんですか。はい、今11,800円なんですが、はいはいはい、実はこの本にそのフォトマティックスの 30% オフクーポンがついてるんですよ。あ、そんなものがついてるんですね。実は。あ、素晴らしい。うん、はい、はいはいはい。で、30% オフってことは大体3,400円、うん、安くなる。なるほど、なるほど。この本は税抜き税の価値が1900いくらなんですけども、はいはい、2000弱、はい、この本をおかしいですね、2000弱で買うとあれあれ3300円のクーポンがつくそういうことですか、うん、なるほど、っていうのを、まあ、今なんか経費法的な問題もあってあんまり大々的にかけてないんですけど、ご番組はい、はい、なるほど、まあ、いいんです、いいんです、はい、大丈夫です。そのソフトウェア自体は、なんだろう、ダウンロードかなんかですか、パッケージ、はい、パッケージです、あ、パッケージで販売されている、うん、まあ、という形にはなっております、うん、で ZIP とか DNG ファイルをダウンロードして、はい、DNG? はい、うんうん、とあとは、うん、まあ、もう一つはあのやっぱり、クリエイティブクラウド道場的におすすめなのは、ぜひですね、ライトルームの方でも、ちょっと合成機能が入ってきましたので、カメラローを含めですね、9.1 から、対応しているというところもありますので、そちらも、そちらまず試してみていただいてもいいかもしれないですね。HR の写真3枚合成できるので、はい、はいはい、そうですね、できますよね。だから、まあ、それをちょっとやってみていただければなというふうに思います、うん、はい、すごいすごいですね、こんな、なんか一応なんかやり方としては、あ、はいはい、もしライトルームで試したければ3枚でもいいです、ね、はい、合成したい写真3枚選んで写真を結合 HDR、はい、そうですね、はい、でここからいろいろと選べるんですよね、自動整列、ズレ、うん、を直したりとか、はい、で自動階調、階調を整えてくれたりとか、はい、ゴーストというのが写真のズレで、うん、特に人が入っている写真とかだとまるで幽霊のように人が動いてるんですよね、はい、それのゴーストの状況とか、まあ、カメラがブレちゃってるところが、うん、まあ、そういうふうに出てくるわけですけども、うん、で今プレビューを生成しているというところです、生成していて、そしたら結合ができるようなんですよね、うんうん、確か、そうなんですね、まあ、ここからできるようにもなってます、はい、結合と、ね、はい、で結合ってやると、うん、
ここで今一生懸命バックグラウンドで、処理が行われると。で、ライトルームの中でやっていただくと漏れなくこれがまた、ローのままあの DNG のまま、合成されるので、あの合成結果が出てくるので、さらにロー編集を続けるという処理が、成立するというところなので、そうですね。はい、ライトルームで HDR 合成すると階調なんだっけ露光量が10段階になるんですよね。はい、はい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 、はい、で出てきて、あれどこに出てくるんだろうな、今できたのが端っこなんかね、真ん中とかに置かれるんですよね。これじゃない、これかな、星がついてないやつだと思いますね。その隣、これでもさっきすごいやったやつ、その左れ、あ、それじゃないですかね。でも AW、 あ、違うかあ、これかも。ほい、暗、はいはい、ちょっと暗いですね、うんうん、これをまたちょっと明るくしていく感じで、うん、っていうことになりますけども、パネルを戻して、これ違うか、もういいかということができます。ということができます。はい、はい、流れとしてはそんな感じです。まあ、やってみればわかります。はい。という感じでですね。うん、まあもう何でしょう。カメラ持ってる人は全員 HDR、うん、できます。石川さん的にはすべての写真 HDR で撮ってるんですか。まあ、そんなことはない。そんなことないです。そんなことはないです。あ、ここって思ったところで、かっちり攻める感じで HDR オンみたいな感じですね。結構な数取られるんですか。何でしょう、例えば今週は何か取られました。まあ、写真撮りに行く時は、はい、HDR で何枚も何枚も撮ります、うんうんうん。まあ、ローで撮るし、ブラケット撮影の1枚につき3倍ぐらい、そういうことですよね、量多いので、はい、ものすごく容量は使うんですけども、はいはい、でも写真枚数撮らないと結果がわからないので、まあ、撮りまくって全部合成して、まあ、撮らないよりはね、はいはい、でやって、でお気に入り写真を見つけていくと。なるほどなるほど。気に入る写真ってやっぱ10枚に1枚も当然なくて、うん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 、いう感じですね。よくよく質問されるんですけど、はい、そのボツになった写真というかっていうのは、どうされるんですか。捨てられるんですか、それとも撮っとくの。撮っときます。あ、取っとく派なんですね。まあ、でもライトルーム的に、まあ、HDR のフォルダがあったとしたら、うん、お気に入りのやつは星をつけておく。はい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 。あ、もうじゃあコレクション化しておくみたいなことはします。割とこの写真の管理機能っていうところも結構、ライトルームの機能を使って管理してる感じになるんですね。はいはいはい。まあ、管理できてないんですけど、ね、あ、いえいえ、まあでも、なるべく撮った写真は全部こうライトルームの中に存在してるみたいな形で管理されてるってことですね。はいはいはい。で、ごめんなさい、ほとんどクリエイターさんに聞いてるティップス的な、クリエイターさん次第、人によって違う部分なんでしょうけど、うんうん、写真いっぱいになっちゃうじゃないですか。それはなんか外ハードディスクとか、私が聞きたいんですけど、外付けのハードディスクに一応入れるようにしてるんですけれども、はいはいはい、ただ私結構パソコンを変えることが多くて、はいはい、でまあ、それぞれにライトルームが入っていて、ね、サーフェスとかも使われてて、そうそうそう、編集するともわけがわからないんですよね。なるほどね、なるほどね。あ、そっかそっか、うん、はい、どうするのが一番いいんでしょうねと思って今ね、すごい一番いいソリューションっていうのが、カタログがね、パソコンに一つっていうところが紐づいてしまってるので、うん、それぞれでカタログ化せざるを得ないというか、カタログの、ができなくなっちゃうんですけども、うん、なるほど。デバイスっていうところでいけばね、ライトルームモバイルっていうところで iPhone、iPad で、っていうところはできるんですけど、あれ面白いですよね。なるほどなるほど、なるほどね。まあその辺は、Adobe の方も宿題という形で、はい、またその辺もですね、他の人のちょっと、Tips とかも特集できればなというふうに思います、はい、ということでですね、今日はHDR 写真ということで脳内イメージを、はい、なんだろう、ライトルーム使って、具体化して遊ぼうぜみたいな遊ぼうぜっていうとちょっと軽いかもしれないですけど、うん、すね、非常に楽しめるというか、うん、ここを入り口にやってみていただければなというふうに思います。まあ、3枚 HDR 写真ブラケットを取らなくても、はい、1枚のロー画像であの設定でやればだいぶ雰囲気変わるので、まあ、そこからライトルームで遊んでみても楽しいかなとは思います。ありがとうございます、うん、はい、
ということで、ご紹介いただきました。石川さん的には、はい、最近お忙しいんですか？お忙しいんですか？唐突な振りで恐縮なんですけど。忙しいですね、はい、なんかお伝え しときたいこととかありますか？お伝えしたいことですか？はい、すいません。唐突な振りで恐縮です、はい。じゃあ私今うらまゆ .com というブログを書いています。それをねちょっとじゃあ画面出しましょうか。 ありがとうございます、はい。ちょっと待ってくださいね。何番？8番どん、これですね。はい、12年ぐらい書き続けてる。12年。はい、はいはいはい、うん、これもね、これとかさっきの瓦礫の写真をブログにしてる。はいはいはい、これ7月20日付の、うん、ブログだったりしますけども、はいはいはい、すごいですね。全部一夜で撮ってます、ね、12年だからものすごいコンテンツ量、うん、あ、ここに、ね、あるんですね、うん、はいはい。あ、でフリッカーも使われていてっていう感じですね、はい。最近フリッカーのエンベッド仕様が変わっちゃって、うん、あまり気に入ってはいないんですけど。あ、なるほど、はい。いっぱい撮ってるじゃないですか。あ、これ楽しいですね、うん、そうなんです、はいはい。ただ の工事現場の写真ではあるんですけれども、うんうん、HDR にするとすごいですね。不思議とおしゃれ感が出るんじゃないかと思っています、うん、これだけで一つ、うん、まあ、アルバムというか写真集的な、ね、感じになってます、うんうん、あ、すごい、こういうのもね、すごい、うん、これあれですね、先ほどご紹介していただいたやつですね。あともう一つ宣伝してもいいですか？はい、私が広報を務めさせていただいているファブカフェ、うん、ファブカフェ、はい、はい、渋谷の道玄坂上と246沿いにあるデジタルものづくりカフェで、はい、3D プリンターとかレーザーカッターとか、はい、まあ、UV プリンターが確か導入されるんですけれども、はい、リニューアルオープンをします、はい、リニューアル、はい、そのファブカフェができて3年ちょっと経っていて、で今回工事をして約2倍の広さになって、うんうんうん、で今8月5日にリニューアルオープンをします。道玄坂登ってったところの三角エリア の、うん、先っちょのところですよね、うん、行かれた方もね、この番組ご覧になられてる、はい、方の中には結構いらっしゃるのかなというふうに思うんですけど、うん、が完全にリニューアルしたということですね。レーザーカッターを使えば、例えばイラストレーターとかで作ったデジタルデータをそのまま彫刻できたりカットできたり、はい、まあ、もうご存知の方多いと思うんですけれども、はいはい、とか、あと新しく UV プリンターのマシンが導入されるんですけれども、はい、さっきの例えば HDR 写真をきれいなアクリルキューブに印刷したりとか。なるほどなるほど。もう革とか布とかにもそのまま印刷できるマシンが導入されたりとか。直接ってことですね、うん、直接いけます、はい、あ、すごいですね、はい。で3D プリンターも置いてあるので、うん、例えばフォトショップで作った 3D データを出力してみたりとか、はい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 、なのでクリエイターの人にとってはものすごく、うん、遊べる場所ですし、たくさんのクリエイター本当にいらっしゃっていただいてます。一度ですねクリエイティブクラウド道場をファブカフェからなんか中継してみたいですね。なんか 3D ね、いいですね。なんかいい企画ができるかもしれないですよね、うん、はい、実際イラストレーターとレーザーカッター作って色を作ってみるか、はいはいはい、UV プリンターとか、はいはい、その実際に何でしょう、データさえ持っていけば、手伝っていただけるものなんですよね、はい、ファブカフェのスタッフが、はい、手伝います。結構ね、何でしょう、3D プリントするためのまた、ノウハウというかというところもあったりするので、うん、そうですね、そこはサポート、レーザーカッター用のデータの作り方とかあるんですけども、はいはい、0.01 ポイントにすべしとか、はい、赤にすべしとかあるんですけど、はいはい、そこもちゃんと、はい、教えます。持っていくのはもう自分で作った何か作品とか、うん、そういうデータの状態、まあ、パソコンでそのまま持っていってもいいと思いますけども、うん、そしたら、まあ、それが帰る頃にはそういう状態になっているということで、はい、非常に楽しい、まさにファブカフェという形で、はい、ここはまあリニューアル、というところですので、いろいろとパワーアップするので、はい、もしよければ遊びに来てください。ぜひですね、はい、こちらでございます。これですね、はい、はい、ということで、今日は HDR 写真特集ということで、石川真由美さんにレクチャーいただきました、はい、今回第100回ですよねこの話題をスルーしようと思ったんですが、はい、そうです、もう100回になります。第100回、そうです、だからこそ来ていただいたんですよ。いやいや、はい、ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。よかったのかと昨日やってビビったんですけど、あ、電気が消えましたよ、すいませんね、はい、お、あ、はい、そうなんです、1時間おきに電気が消えるんですけどね、はい、もうね、初めてやったのはいつですか？
だから、ですね、2013年の1月だったと思いますね。そうですね、2年半ぐらい、になります。クリエイティブクラウドが登場して、まあ、半年経ったぐらいのところからのスタートなので、そうですね、2年半ぐらい、今クリエイティブクラウドがちょうど3年というところもありますので、はい、ということになりますね。はい、100回ずっと中尾さんが出演し続けてたんですか。そうですね、一人きりっていうわけではないですけども、うん、いろんな方にサポートいただきながら、まあ、今日はね石川さんに助けていただきながら、継続は力なり、もう一番最初の時っていうのはさすがにやっぱり一人でやってたので、一人で始めたっていう、一人道場、はい、道着着てましたよね。あ、そうです、ね、道場だけ恥ずかしいなですね、そうなんです、うん、まあ、じゃあこれ YouTube 側にもアーカイブ、Ustream 側からも行けますけども、皆さんがもし Ustream のサイトから見てるのであれば右肩から、なんですが、ちょっとアーカイブが、他のコンテンツもあって深いので、多分この YouTube 側から行っていただくのがいいかもしれません。クリエイティブクラウド道場で、YouTube 側で検索いただくと私の個人アカウントで、リスト化してますので、ここで全100コンテンツがずらっと並んでるんじゃないですかね。でクリエイティブクラウド、こと始めっていうのが一番最初になるんですね。これ、はい、でこれですね、でもまあこのライブで取って出しのものをそのままポンと置いてるので、先ほどね石川さんと見てたら頭10分ぐらいなんかタイトルが出っ放しっていう指摘があったんですが、でイントロムービーがあって、この辺りからかな、あ、こんな感じですね、はい、道着着てますね。髪の毛も短いですね。あ、髪の毛はね、伸びたり切ったり伸びたり切ったりそれはやってますが、ここにハッシュタグ獅子道場っていうのは変わらないですね、はい、最初何やってるんですかねこれね、こと始めだから第1回こと始め、はい、でもスタンスはほとんど変わってないんですかね。まあ、なんかスライドでクリエイティブクラウドとは何ぞやって、まだねクリエイティブクラウド登場したての頃だったので、サービスの概要みたいなところをご説明してるのかなというふうに思います。基本はあまり変わってないんですけど、サービスの内容が随分増えましたね。あと本当ですね、はい、提供してるツールも増えてきてます、ですね、あ、なんかこういう変わんないですよね。もうクリエイティブクラウドの概念みたいなところを話されてるんですかね。一個ずつサービスの内容をですね、1時間にわたり語ってるっていうですね、一人でしかもスライドですよねこれね、いくらだとかね、そういう話をしてたりとか、デモがないですね。今日の課題クリエイティブクラウドを始める、あ、無料のね体験版から始められるんですよってことで、あ、実際に、Adobe ID の作り方みたいなところからやってるのかもしれませんね、もしかしたら、でこう登録して、サインインすると、でストレージ使えますよってことで、実際にストレージを使って、デスクトップと同期をして使えますよだったりですね、まあ、要はドロップボックス的なドロップボックスと同じなんですけど、ただ大きく違うのは Adobe のやっぱり何でしょう、ファイルサービスなので、仮にフォトショップとかイラストレーターとかインデザインとか入ってなくても中を確認ができますよとかですね、まあ、そういうサービス的なところのご説明が主ですね、最初は、はいはいはい、でも変わってないですね基本的には。そうですね、あ、抽選会なんていうのを当時はやってましたね。そんな機能があったんですか、ブログで。あ、いえいえ、これは番組の最後にですね、なんでしょう、この抽選に応えると手ぬぐい差し上げるとかっていうのをやってました。今この、ロトッターというツールを使ってたんですけど、最近動かなくなってしまってですね抽選する術がなくなったのでやめちゃいました。はい、まあ、そんな感じで、始めてますね、はい、まあ、CS6 というバージョンの時からやってるので、途中、まあ、1年おきに CC になり CC2019 になり、ついこの間 CC2015 というのが出ていて、という形ですが、割とクリエイティブクラウド道場のコンセプトとしては基本的に、まあ、クリエイティブクラウドっていろんなツールが使えるじゃないですか。で、石川さん例えば動画とか興味ありますか？
はい、あります。動画編集とかもされるんですか？あまりしないですが、しないですね。あ、はいはいはい、ドキします。で、まあ、クリエイティブクラウドメンバーであれば、例えばプレミアプロとか、うん、アフターエフェクツとか、うん、思い立った時にすぐにダウンロードして始められるっていうのがメリットなんですけども、逆にどうやって使うんだろうっていうところに行き当たるので、うん、そういった時はこの中からですね、プレミアプロを始めようとかですね、そういうようなタイトルのところを、探していただいて、ちょっと見ていただくとすぐに始められるっていう、うん、すごい分かりやすく最初から説明していただいているので、はい、例えばフォトショップのこの機能とか、はい、例えば今回出た2015の、はい、うん、おさらいみたいなところも動画でさーっと見ればおさらいできて、はいはいはい、そうなんですね、はい、アーカイブってすごいありがたいですよね、うんうんうん、で特に直近の先週とあと4週間前かな、トチアが出てきていた2015バージョンの紹介とかは、うんうん、ちょっと新しい試みなんですが、一個一個機能をですね切ってアーカイブしてますので、うんうん、まあ、1コンテンツ10分とかですねでこう見れるようになっているというところで、うんうんうん、ちょっと見やすくしようという試みも始めております、うん、毎週やってるので、1時間ものでちょっと編集をね毎週やるっていうのは大変なのであまりやってないんですけども、ちょっとぶった切るだけでも見やすくなるかなというところで、うんうんうん、やってたりします。なるほど、はい、少しずつ番組も進化させるようにはしております、うん、なんだかすいませんね、はい、ということで100回を迎えておりますが、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。また遊びに来てください。もちろんいいと思う、はい、いいと思う、はい、もう終わっちゃいましたけど、はい、ということで、そうですね、そうさっきねなんか石川さんに、ツイッターからなんか来てましたよ。なんだっけな、ですね、ファブカフェ行ってみたいとかですね、 ありがとうございます。枯れたナチュラル方向に使いたいなとかですね、うん、枯れたナチュラルもいいですね、まあいろいろと、うん、極端補正分かりやすくて楽しいとかですねありがとうございます、そう霞の除去で、ね、うんうん、体感されてる方がいたりとか、うん、私もこれから使ってみたいと思います、うん、霞の除去。そんな、あ、石谷さんも見てるって言ってますね、うん、ありがとうございます名前出すなみたいなそんな感じですかね、はい、というような、感じですね。手作業で HDR やったことあるそうですよ、この方、まあ、アナログで、いいですね、ログでやられたってことですね、うんうん、ぜひどうやってたのか教えてほしいですよね。ぜひ、誠司さん、はい、というような、フィードバックもあります。よりですねちょっとインタラクティブ性を、増していきたいと思うのですが、はい、こういうふうにですね今日サポートがいるとこういうふうに読み上げることもできるんですが、一人だとなかなかできないというところではあるんですけども、はい、ということで、お時間もよろしいようなので、この辺にしたいと思います。ありがとうございます。どうもありがとうございました、はい、ではですね、ちょっと一旦告知を、コーナーに行きたいと思います。クリエイティブクラウド道場の方ではですね、今日の質問とかもですね、ハッシュタグ指導上でいただければというふうに思います。うんうん、で、はい、これ何だか分かります ？Windows。Windows 10。10が、昨日あたりから、アップデートという形での提供が始まってます。プレビュー版サーフェイスに出て、あ、はい、なんとサーフェイスプロ3をお持ちですもんね。そうです。プレビューからも試されてると。はい、使ってます。一般の方向けには昨日から提供の開始が始まっております、うん、すごい良くなってますね、はい、でかなりな質問をいただいております。使えんのかと。使えてますよ、はい、プレビュー版。そうなんです、使えてるのは分かるんです、うん、アドビーさん的にはこれどうなのよっていう質問をすごいいただいていて、ですね、早速ですね、ブログ僕今日書きました。おクリエイティブクラウドの Windows 10互換性情報、はい、ご安心ください。 Windows 10はまずサポートの対象になっておると、うん、なので、まず、Windows 10には対応しないのとかっていう質問いっぱいあるんですけど、大丈夫ですと。で、じゃあどういう対応をしなければいけないのかっていう部分ですが、アドビで行った検証作業において現在のところ大きな問題は実は見つかっておりません、スムーズに使えると。今石川さんからも、うん、はい、お墨付きをいただきましたけども、うん、ただやっぱり使い込んでいくと細かいところで何か発生する可能性はもちろんあるんですが、それは Windows 10だからという話でもなかったりもするんですが、今のところは特にアップデーターを当てるという必要性はございません。そのまま使えるはずです、うん、そのまま使えます、はい、
1個だけ、クリエイティブクラウドデスクトップというこのツールですね、今私 Mac ででもしておりますので Windows 10の話をするのに Mac ででもしているのなんだか恐縮なんですが、こちらがですね、一昨日アップデータが出ております。Windows 10対応という形の、なんでしょう、アップデートの、内容が出てはいるのですが、まあ、基本的に問題はそんなに発生はしておりません。まあ、でもこのアップデートは一応当てておいていただければ、警備のバグが取れるという形になっておりますので、どうぞ皆さん躊躇せずにですね、Windows 10の方にですね、アップデートして試してみていただければというふうに思います。サーフェスのタッチディスプレイとかも問題なく使えます。はい、おそうですか。ライトルームがね、結構タッチ対応してきてるっていうところもあるので、その組み合わせで結構最強だったりしますので、ぜひ試してください。ライトルームの Windows Surface Pro の、タッチディスプレイでペンを使いながら現像作業するのがなかなか楽しいです。はい、いい感じですか。ぜひ、Windows 10にも難なく動きました。はい、スタートメニュー復活でございますので、ぜひお試しください。で、そんな情報はですね、リニューした Adobe の、このクリエイティブステーションというですね、ブログサイトでですね、最新情報全部出ております。私はこの CC 道場というところに、僕が書いたコンテンツ上がってますし、他、フォト、DTP、ウェブ、ビデオという形でまとまっております。今日ね、フォトの方ではカメラローの 9.1.1、 これもライトルームと、ごめんなさい、僕違うところをクリックしちゃいました。ここですね、ですね、フォトショップ CC、のアップデートって形で出てますけど、実はカメラローがアップデートしてるんですね。いつですか？今日です。あ、今日。はい。で、ライトルームも、実は 2015.1.1 っていうアップデートが出てます。カメラの、カメラとレンズのプロファイルが増えてるっていうところと、ライトルームに関しては少しバグの修正も入ってるということなので、これマストアップデートかなというふうに思います。はい、します。はい、ぜひ当ててください。まあ、これトッチャーが早速ブログ書いてますので、ほら、こんな感じ。ソニーの。うん。どうですか？ソニーはこの辺ですね。はい、こんな感じで、ね、はい、ちょっと制限事項とかもね、あとレンズプロファイルはもうすごいたくさん、カメラローチームはね、あ、はい、そうです。この辺もね、まさに、クリエイティブクラウド、入ってるとどんどん、こういうふうにですね、対応していきますので、ぜひよろしくお願いします。まあ、そういった情報もこのクリエイティブステーションの方で取っていただければというふうに思います。ここですね、はい、アプリユーザーグループミーティング、これちょっと先ですけど9月沖縄に行きますので、沖縄の皆さんぜひ、どうですか、沖縄行ったことありますか？1回だけあります。はい、アップルのね、アップル大好きな人たちの集まりなんですけども、はい、はい、9月26日沖縄で開催されますので、はい、よろしくお願いしますということでございます。ということで、今日はですね、はい、第100回、スペシャルゲスト、はい、真由美さんにお越しいただいて、はい、お送りしました。もうなんか会社誰もいなくなっちゃいましたけど、ちょっと寂しいですかね。誰もいないですね。静かですね。静かですね。はい、静かな、今日は2人だけでお送りしておりますということでですね、そうか、来週ですね、これ来週の予告です。来週のクリエイティブクラウド毎週やってるんですよ。プレミアクリップということで動画やります。 iPhone でも動画編集。そうなんです。プレミアプロっていうのが、Mac とか Windows で使える動画編集ソフトなんですけど、iPhone 版っていうのがあるんですよ。もっと言うと iPhone、iPad で使えるバージョンっていうのがあって、プレミアクリップっていうんですけど、これって無料ですか、有料ですか？無料です。Adobe ID、無償の Adobe ID アカウントがあれば、まず使えるっていうのと、クリエイティブクラウドメンバーであればその自分の ID でサインインすれば、ダウンロードはもう本当に無料でできますし、特にデスクトップに持っていかなくてもそのまま動画に、音楽もつけて、ロイヤリティフリーの音源も入ってますので。おー、すごい。はい。で、ナレーション、人が喋っている時は、オーディオミュートする機能とかも入ってますので、すごい簡単に指先だけで編集して、そのまま公開までできちゃうというですね、で、なおかつ、デスクトップのプレミアとも連携するというですね、このクリップを、新しくアップデートしている、2015年リリースプレミアプロ CC と、同期して使う、ところをですね、特集してみたいというふうに思いますので、すごい興味深いですね。はい、
動画、はい、特にですねプレミアプロの方が、カラー編集ツールが今回デスクトップ側なんですけど入ってきていて、うんうん、ライトルームの基本補正がそのまま来たんですよ。トーンカーブまで使えちゃうっていう。本当ですか？はい、ライトルーム使ってる人は、動画にそれがそのまま、自分がやってるこの手癖のまま編集が色付けができちゃうっていうですね、アップデートも入ってるので、ぜひですね、iPhone で撮ってそのままデスクトップ持ってって色をちょっといじって仕上げるっていうですね、うんうんうん、ことをしていただければというふうに思います。はい、はい、ということで、クリエイティブクラウド道場いかがだったでしょうか。今夜はこの辺で、失礼したいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また来週見てください、はい、さよなら。さよなら。ありがとうございました。ありがとうございます。